姉ちゃんとロムちゃんの分まで私が面倒見てあげるんだから。スマホの電池は大丈夫？電池がなくなったら私と会えなくなっちゃうわ。そんなの絶対ダメなんだからね。スマホの電池は大丈夫？ん？私に何か用でもあるの？イエーイ！いいことがあったんだし、お祝いしましょう！私、ケーキが食べたい！すっごくおしゃべりしたそうな顔してるわね。いいわ、付き合ってあげる。へえ、そんなに面白いんだ。私もやりたーい。でも、みんなで遊べる方が楽しいよね。そうだ、今度一緒にやりましょう。もう、やったなー。次は私の番だ。そんなに嬉しそうにしてどうしたの？気になる。教えてくれるまで話さないんだから。何を悩んでいるのかって？お姉ちゃんにプレゼントを贈りたいんだけど、いいものが思いつかないの。ロムちゃんとも相談してるんだけど、何か、あっと驚かせるようないい案があったら教えて。ねえ。私はナナ、ルミーの女神候補生よ。ロムちゃんとは双子なんだけど、ロムちゃんの方がお姉ちゃんなの。私はナナ、ルミーの女神候補生よ。ロムちゃんとは双子なんだけど、ロムちゃんの方がお姉ちゃんなの。いつもロムちゃんやお姉ちゃんと一緒だから、一人でいるのってなんだか不思議な気分。あ、わかったわ。これって大人に近づいたってことよね。私にくれるの？やったー！ありがとう！そうだ！せっかくなら一緒に食べましょう！ねえねえ、つっついてばっかりで面白いの？もしかしてにらめっこ？うん、受けて立つわよ。にらめっこしましょ。あっぷっぷ。
私のこと好き？返事は、はいかイエスの2つから選んでね。ねえねえ、今から言うことをやってね。私がいいって言うまで目を開けちゃダメよ。あなたじゃないし、変なこととかしないから。ほら早く。うん、閉じたわね。もう少しそのままよ、そのまま。でもあったかいけど、あなたもあったかくていい感じ。わー、大きな手。なでなでされると褒められたみたい。いわいわ。気持ちよくて眠く。気持ちよくて眠く。気持ちよくて。